もう入った、だいぶ入った。これも A サイズやな。はい、どうもガチロックンです。今日もね、また夜釣りやってみました。夜釣りとか言うてもね、これね、いつもの時間なんですよ。まだね、17時47分、もう6時前でもうこの暗さいう形でね、いよいよもう秋本番いう形ですけどね。はい、今日このテトラポット台でねやっていきたいと思います。夜ですけどね、ちょっとやっていくのはね、サビキ釣りということで、とりあえずサビキアジね、狙ってみたいと思います。これ、3号のね、イソザオ 4.5 メートル、エントモデルでね、4000番のスピニングリールで2号のピギ巻いてあります。で、もうね、これ電気浮きね、使ってやっていきます。もう夜なんでね、見えないんで。はい、2号のね、連休機で5号重り深で上かごでねやっての仕掛けにして、下ね、はい、これ5号のね、サビキ使っていこうと思います。前回使ったね中古のサビキになってます。はい、上かご式なんでね、一番底にナス型重りね、5個取り付けておきます。はい、今日使っていく餌ね、これ、アミエビのね、団子にしたやつです。はい、アミエビとねパン粉混ぜてある、で団子にしてある感じですね。これをサビキカゴの中に突っ込んで、はい、こんな感じでね、はい、やっていきたいと思います。よいしょ、まずいてるかな。餌つけるか。餌箱を持ってくるか。どこもなんか違うんかな。餌箱。あ、今当たっとったない。あ、入ってるやんけ。入ってるやん。俺の浮き。ああ入ってる。お、アジア、よっしゃ、ダブルヒット。お、ダブルヒットやん。ほんなら浮きにもつけるか。使え、どんどん。よし、うい、よし、アジ、ナイス。これちょっと遠いな。
お、来てるな。よし。はい、アジ順調順調。ドラム缶の方がね、ちょっとね釣れてなかったんでね、ちょっと大丈夫かなと思って心配したんですけど、テトラはね、置き向きテトラがいい感じですね。ポンポンはけえへんな。餌つけるか。餌つけてみよう。よいしょ。お、よいしょ。よっしゃ。下の方でかかるの多いな。ちょっとあれかな。いたいたいた。針刺さった。ちょっと上げてもええかな。餌つけた一発やと。お、入った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 、入ってる、よいしょ。よっしゃ、アジだ。よし、よし、いった。よいしょ、うん、お、入った。お、これ走るな。ちょっとサイズいいんか。え、あ、サバやな、これサバやな。あ、取れた、サバやな。走りすぎや。お、これサバっぽいな。サバちゃうか、サバや。サバ、そっちがずっと、そっちがずっと取ってくれ。お、よし、かかってへんのか、かかってるか。よし、アジや。またえらい引いたな。サバか、サバやわ。取ってくれ、準備してくれ。あ、違うわ。あ、あ、あ、アジか。でかいアジ、でかいアジや。え、アジやって。なかなかいいアジや。お、入った。これもでかアジか。あ、これはそんな大きないな。アジや。めちゃくちゃ入ってる。
え、消えていった、どっかに。これも、あ、これもエアアジア。あー、落ちた。エアアジアやったもんな。よし。うわ、ん、これはでかい。そこそこ。うわ、でかい。お、俺の入ってるわ。あー、もう終わってもうたかな。終わってもうた。あ、入ってるわ。入ってる、入ってる、入ってる。これは小アジアの。アジカワをこれちょんがけ。はい。これもつけとこうかな。はい。よいしょ。入った、だいぶ入った。これもAサイズやな。お、入っとる、入っとる。よそにしとったら。あ、これもエアアジアな。向こう入れようか。わあ、これも入った。わ、これもええ味やな。よくし。ん？かかってる？かかってはない。アナゴいらんど。あ、アジかかってるわ。あれがちょっとちっちゃいねんやろな。で、最後の小アジ釣るつもりやったから、そこそこ餌サイズ来たらかかりんつらいか。入っとんな。今度はいけるやろ。で、最後の小アジやな。花火？また花火上がっとんな。
こんな時期に花火上がるんや。見えへんな。遠いかな。渋いな。よし。OK。よし。ん？これはまあまあええサイズだな。おお、ええサイズだなこれ。ちょっと待って、落ちんなよ。落ちんなよ。あ、落ちた。ええサイズやったのにな。やっぱそっち持っていかんとあかんわ。取るまでに落ちるわ。これでサイズ。こっち側で取ろう。お、いったいった。ん？渋。よし。お、二つついてるわ。さあ、もうイカやろか。8時半や。いや。はい、アジ釣りのね、サビキ釣り終わってね、これからちょっとね、イカやっていこうかなと思います。電気浮き釣り仕掛けね。で、これ使うね、仕掛け、イカキャッチャー、イカキャッチャー釣るね、でやっていこうと思います。小さいアジがいいかな。これでいいかな。なんか元気なサビやな。こうか。よいしょ。はい、これね、背掛けにします。あんまり深さしたら、あれやから、ちょっと浅めに。はい、こんな感じでね。はい、ちょっと斜め向いたけど、これでやっていこうかなと思います。よいしょ。はい、もう、あとはね、ひたすら置き竿してね、待つだけと。ああ、ようやく落ち着けるわ。もうなんかサビキしんどかったわ。立ちおらへんにやったら煽りおっても不思議じゃないやろ。もう近くも遠くもアウトか。アジは元気やねんけどな。イカはいてないか。もうラストかな。よいしょ。
はい、10時半いうことでね、いつものね、農閑タイム来ました。1時間半ちょっとね、アジ、電球機でね、流したんですけど、ダメでしたね。1回の当たりもなくね、終わっちゃいました。で、まあ、タチウオ折れへんかったらね、もしかしたら、泉佐野でもね、煽り釣れるかなーっていう期待あったんですけどね、残念でした。まあ、ただね、夜さびき今日もやってね、結構楽しみました。はい、それでは今日はこれでね、終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。